青コーナーよりアイアムプロレスラー真田信久入場。さあ、最強の称号を胸に秘め、平成の格闘王が入ってまいりました。赤コーナーより黒のカリスマ蝶野正弘入場。新日本の総帥でありますこの男、蝶野正弘がド派手に入場してまいります。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー185センチ98キロ、頑張れ真田信久。赤コーナー186センチ108キロ、蝶野正弘。レフリー、タイガー服部。行けよ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ハイキック、腕を取ります。腕を殺してまいります。掴んだ。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。組みに行きます。投げてまいります。バックからスリーパーに入ります。掴みます。ストマックを狙ってまいります。腕をフックします。2位を突き上げます。行くのか。フロントからの締めを見せてまいります。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか？いや、そりゃ全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援っていうのはね、ありがたいものですよ。あ、そうなんですか。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。ストンピングです。掴みます。膝を使ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。青春バタフライから極悪バタフライ、そして現在は黒いカリスマと時代ごとに呼び名が変わっているこの蝶野でありますが、この男の永遠の必殺技スタンダードナンバーといえば、やはりステップオーバートーホールドウィズフェイスラック STF でありましょう。キックが顔面を捉える。組み合います。切り返します。掴んだ。逆に返します。張ってまいります。組み合います。
バット返します。腰を落とします。切り返し素晴らしいですね。そうですね、一瞬も目が離せないですよね。フロントに捉えます。今のスープレックスなんですがいかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよ。スープレックスはへそに乗っけるように投げないとダメですからね。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。抜けてまいります。行くのか。フライングメイヤー、こういう攻め方はうまいですね。今はなかなかこういう攻めをできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね。ロープにブレイクしました。組みに行きます。返してまいります。抱えます。外してまいります。おっと、逆に捉えた。キックで返します。掴んだ。鉄拳を見舞います。キックを打ってまいります。腰を落とします。簡単にはいきません。ロックアップ、フロントから投げてまいります。起こしてまいります。顔面ハイキック。この辺りのグランド殺法なんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。パンチで返します。行くのか、逆に返します。ナックルを打ち込んでまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。引き起こす。あっと、顔面か。逆肩エブで一気に決めていった。ロープに逃れました。さあ、がっちり入ったぞ。これは決まってますね。抱えた。させません。掴んだ。ニーリフト強烈。頭を掴んで、あっと、逆に蹴っていった。あっと、逆にキック。ハイキック側頭部。打ってる方も辛いはずですよ。はい、マウントを取った。おっと、しがみついていった。ここはこらえていく。あー、ブロックしてますね。ガードポジションに移行した。なんとかしのぎたいですね。そうですね、動きを止めにいった。外した。ガチッと組み合った。フロントから投げていった。10ミニッツパー。立たせていく。こめかみに入りましたよ。猛烈に響いたか。さあ、腕しぎの体勢だ。岩壁の母の胸に抱かれました。足を狙っていった。ストンピング、ストンピングを叩き込む。ブレンバスター行くのか。キック、ちょっと意味に入りましたよ。グロッキー状況か。蹴っていった。蹴り上げていく。組み合った。あっと、逆に投げていった。腕を取った。腕しぎ十字固め。いけるか。投げていった。抱き起こす。2位を突き上げる。首根っこを掴んだ。マシンガンのようなキック攻撃。腕しぎ入った。ここでロープブレイク。あっと、キャッチした。あっと、外した。掴んだ。あっと、切り返した。ストンピング強烈。奥歯をかみしめた。足を取って切り返した。ロープブレイク。フロントキック。頭を掴んで、鉄拳制裁。ナックルアロー、グーの鉄拳制裁。あっと、キャッチした。足を殺していった。喧嘩キック顔面。起こした。あっと、シャイニングの喧嘩キック。組み合った。マンハッタンドロップ。うまく切り返した。ハイキック。
ック現象か。キックが顔面を捉える。おっと、逆に腕を取ってそのまま腕しぎ、ロッププレイク。感極まって目頭濡れまくりの女性ファンが狂気しています。一気に昇天エクスタシー。あっと、逆に切り返した。あっと、顔面か。腕を取った、腕しぎ十字固め、ロープに逃れました。あっと、逆に捉えた。バックを取って小脇にバックドラップ、いけるか。ロープに飛ばした。あっと、ケイカキック。蝶が羽を折りたたむかのような羽折り固め。蹴っていった。 STF ステップオーバートーホールド、ウィズフェイスラック。岩壁の母の胸に抱かれました。スクリュー系のパイルドライバー。あっと、カウンター気味のケイカキック。ここでロープブレイク。蹴り上げていく。抜くのか。あっと、押し付けパイルドライバー。バックを取ってバックドロップ。体がくの字だ。足をかっ、あっと、